こんにちは。フェルナンドこと竹谷です。よろしくお願いいたします。写真はすべて私が撮影したものです。南イタリアの旅を発信中です。本日はシチリア島まで行く予定でした。しかし、マテーラからシチリアまで長距離移動になるので、途中のトロペアに泊まることにしました。ガイドブックにない場所ですが、いいところでした。それでは、どうぞ。1月14日月曜日、マテーラの朝です。朝食は8時からです。奥の方までくり抜かれた洞窟を食堂として利用しています。たくさん取りすぎましたかね。これでマテーラを後にします。マテーラからトロペアの地図です。途中、山の上に建造物がある。モンテスカリオーゾという町です。一番奥まで来ました。外敵から町を守るためか、それとも見晴らしを求めたのか。何か光るものが見えます。湖のようです。由緒ある教会のようです。イタリアの街はどこも絵になる。レッチョリ・カラブリア方面に行きます。事故のようです。私も慎重に運転します。イオニア海に出ました。イタリアを靴に例えると土踏まずのあたりです。海岸で小休止します。下の方だけ削られた岩です。この岩だけが残っています。シバリの町を通過します。スーパーによります。日本でもたまに見かけるマークです。北カラブリアの山々です。給油します。ティレニア海に出ました。つま先に近づいてきました。海沿いの町の景観です。トロピアの看板が見えてきました。トロピアの町に着きました。今日のホテルです。リゾート風ホテルです。入り口です。部屋の入り口は外にあり、アパートのようです。果物とケーキで歓迎してくれます。このような歓迎はイタリアに来て初めてです。部屋は3つあり、リビング、バス、ベッドと分かれています。ミニキッチンもついています。ベッドルームです。イタリアで今まで泊まった宿の中では、料金は最安の25ユーロ。街歩きに出かけますが、街の至る所にゴミがある。収集車は動いていないのでしょうか。岩の上に教会がある。また後で行きます。このトロペア自身も岩の上です。島影が見えます。エオリエ諸島のストロンボリ島と思われます。なかなかの絶景です。来てよかった。別の角度からの街の様子です。街のメインストリートです。逆サイドは海です。それも崖です。落ちた人はいないんでしょうか。この道を行くと先ほどの崖の場所に出ます。階段を降りて海岸まで行ってみます。右が街です。岩の教会には入れませんでした。雲のため夕日は見れずに日が落ちていきます。街を夕暮れが包みます。岩の上の教会もライトアップされました。トロピアはいかがでしたか？次回はシチリア島に渡ってタオルミーナです。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。